ドイツの挨拶作品191は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したワルツである。ドイツへの挨拶とも、1866年1月28日に、上演された、公爵夫人、パウリーネ・フォンメテルニヒ。シュトラウス兄弟は1867年のパリ万博の期間中に、パリで演奏を行おうとしていたため、パリ駐在のオーストリア大使、 リハルト・クレメンス・フォン・メッテルニヒ公爵の夫人で、パリに大きな影響力を持っていたパウリーネ・フォン・メッテルニヒに曲を検定しようと考えた。1866年1月28日、王宮のレドゥーデンザールで工業協会によって舞踏会が催された。ヨハン・シュトラウス2世とヨーゼフ・シュトラウスは同日、この舞踏会のパトロンであるパウリーネに3つの曲を検定した。 そのうちの一つが、この、ドイツの挨拶であった。なお、シュトラウス兄弟は、パウリーネの支援を取り付けることができたものの、結局パリで適当な会場を見つけることができず、ヨーゼフは、シュトラウス楽団と共に、ウィーンに泊まり、万博期間中には、兄・ヨハンが単身で、パリに赴くこととなった。ウィーンフィルニューイヤーコンサートでは、1952年に、クレメンス・クラウスの式で、 プログラムの冒頭1曲目で演奏されたが、ニューイヤーコンサートが初めて一般に、レコード音源化されるのは2年後の1954年のことであったため、レコード音源化はされなかった。そのため、2015年にニューイヤーコンサート75周年、記念としてリリースされた、前週、ニューイヤーコンサート、コンプリートワークスには、ウィーンフィルのコンサートマスターの一人でもあるライナー法。 ネックの第一バイオリン、式で、音楽学者、ミハイル・ロートの室内楽アンサンブル編曲版によって、新たに録音、演奏されたものが収録された。ありがとうございます。